はい、来ました来ました。こちらね、タリンちゃん水上マーケットスタイン、タリンちゃん水上マーケットやってきましたね。お土産の宝庫といっても過言ではありませんね。しかも何があって、ここ TJ チャンネルさん来てます。よいしょ、我らが TJ チャンネル来てますと追跡してます。はい、ね、もしかしたらまたここで撮影をしているかもしれないということで、そうですね、 TJ チャンネルの方を探していきますか。はい、いると思って。あとついでに友達のお土産も買って、ついじゃ負けたタリンちゃん楽しんでいきましょう。はい、よいしょ、早速いきますか。レッツゴーレッツゴー。いっぱいあるね。物とかいっぱいあって迷っちゃいますね。結構食べ物系とか野菜とか果物とか多い。うん、当たってみますか。またお腹空いちゃうな。まさに水上ですね。あーすげえ、見てください。こういう風に水上で焼き魚を焼いております。おー、もうまさに船ですね。まさに水上ということで、まさに水上ですね。まさに水上です。気持ちいいよね。でもこういうところでご飯食べるのは気持ちいいね。こういうの作っちゃえばいいのに。もう爽快ですね。ね、うん、海の風が気持ちいい。海だよね多分これ。海っていうかこの池というか向こうの方まで続いてますからね。これちょっと防水剥がれてきちゃってますね。あら、防水もっちゃいないんだな。すげえ、めっちゃ揺れる。おお。
なさそうっすね。いや、なさそうっていうか、いないっすね。いないっすね。いないっすね。一応、こういう隅々まで探してるんですけど、またここにも TJ さんは現れずって感じですか。TJ チャンネルさん、マジでストーリー、インスタのストーリー何回も送ってるのに、俺ストーカーみたいに送ってるの見てくんないっすもん。うん。うざがられてる？いや、うざがられてるかもね。ね、あるよね。うん、このまた水上マーケット。わー、船乗れちゃう。What? What? How much? 100 baht. 100. 俺に捕まって。俺に捕まって、校長。俺なんだ今。カメラ意識してただ今。甘いと思う。なんか飲んだんでいこう。OK。場所、下ろす場所。椅子あるところ。OK。OK。おいでおいでおいで。出発進行。ふぅー、これでいけんちゃう。やばい、楽しい、楽しい、楽しい、これ楽しい、これ。ふぅー、何だった。痛いよー。あらになってるんだね。まさに水の上に浮かぶ街っていうんでしょうか。水上マーケットは一通りぐるって回ってきたんですけど、本日20日かな、11月20日日曜日午後1時5分、このタリンちゃん水上マーケット、 TJ チャンネルさんはいませんでした。いませんでしたね。またいなかった、悔しい。いや、いると思ったのな。いると思ったね、今回はね。昨日に引き続きちょっと今日も不発だったんすね。まあしょうがないです。あと3日 TJ チャンネルさん諦めませんから。どうにかね、
あってこの大変終わりたいですね。そうですね。なんで？会いたいよ。TJチャンネルさん引き続き探していこうと思います。はい。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。おばんでーす。こんにちはのわーわー、おなまま。終わりだよー。